東浅川駅とは、東京都八王子小技城くぬぎがにあった、日本国有鉄道中央本線の駅。大正天皇の葬儀にあたり、その両母である、卵両がある、武蔵両墓地近くに設けられた、皇室専用の乗降施設であるため、正式には、東浅川仮停車場と称した。浅川駅より、東1 1トル。近年では、 周辺の宅地化の進展により、同駅跡地に一般旅客駅の新設の要望が地元から出ている。東朝坂駅跡社殿造りの駅舎があった。昭和天皇は即位報告など、多摩御両や多摩東両へ参拝する折には、原宿駅の宮廷ホームからおし列車に乗ることが多かった。1960年の駅廃止後は、高尾駅が使われ、さらに平成以降、 天皇秋人は鉄道でなく乗用車を使うようになった。駅舎は八王子市の所有となり、両南海間という集会施設として使われたが、1990年10月に過激派による爆弾テロにより消失した。現在は線路をまたぐ歩道橋を介して南西側にある教育施設、東朝川保健福祉センターの第二駐車場として使用されているほか、 両南海岸自体は、敷地内の駅舎跡土地よりやや東京よりの位置に、簡素な平屋建て建築で再建され、建物には、八王子町祭りをイメージしたイラストが描かれている。かつて、新宿御園仮停車場の駅舎だった、高尾駅の車寺風デザインの北口駅舎が、同駅の京上駅舎化工事に伴って、当敷地内に移築保存される予定となっている。 ただし、一区一などの詳細は未定であり、旅客駅新設要望への影響なども定かではない。蒸気は廃止当時の隣の駅である。当駅の開業当初は、西八王子駅は未設置で、1939年に設置された。また、浅川駅はこの駅の廃止された翌年に、高尾駅に改称した。ABC 原武史、歴史のダイアグラム、鉄道から車へ。 東浅川の清水、朝日新聞土曜長官別釣り、B2019 年11月9日2020年6月20日閲覧、高尾駅舎東浅川へ、八王子市内、大正天皇ゆかりの地、毎日新聞ウェブページキャプチャーより2015年6月23日。ありがとうございます。